いろんな人生があります。59歳、まだまだ人生折り返しですよ。本当に最近はね、140歳、150歳、160歳まで生きれる時代ですから、死亡届さえ市役所に出さなかったらなんぼでも生きれますからね。まだまだこれからなんです。便利な世の中になったと思います、本当に。ただね、まあ今の見ていただいても分かりますように、一つだけ大きなアドバイスをするとしましたらですね、人生でちょいちょい大事な言葉っていうのがありますけども、その大事な言葉は歌にしない方がいいです。はい、普通に言ってください。歌にするとね、ろくなことありませんから。どうですか、北幸吉の夜、今回も始まったなという感じでございます。本当にね、常連さんはああ始まった始まったこういう顔で見ておられます。ほんで通行人の方はうわー、えらいとこ通ってもうたーいう顔してはりますね。ほんで一番面白いのが一元さんね、初めて来られた方、京都おーうわー京都ー、この3種類の人間がですねここに集まってるわけです。本当に皆さん本当に楽しんで帰ってくださいね、せっかくですから。この蒸し暑い中、北幸吉の夜にわざわざ来ていただくという、非常にこのマニアックな集団でございますから、ゆっくりしていってください。北幸吉ね、ずっと中年男性をターゲットに、これまでずっと歌作るにしろ小芝居するにしろ中年男性をターゲットに絞ってまいりました。はい、中年男性にはものすごく受けいいんですよ、これがね。だけどその副産物としてですね、他の年齢層の方々にも、喜んでいただけるようになってきました。徐々にですけどね。これがちびっこファンですよ。ここも聞いてるでしょ、ちびっこファン。ちびっこファン最近人気でね、新しいマーケティング展開考えなあかんな思ってるんですけどね。親子2代で応援してますとかね、そういう方が非常に多いんですよ。はい、ちびっこファンからもお便りいただいております。ハンドルネーム、我が家はヘクサゴンファミリーからいただいております。北さんファンの小学校3年生です。ほら見てください、小学校3年生ですよ。前回のライブを絵日記に書いて学校の宿題に提出したら、親が校長先生に呼び出されました。何がいけなかったんでしょうか。絵日記でしょ、絵のチョイスが悪かったんです。ね、絵日記言うてもね、クライマックス絵日記に書いたらダメ、わかります？真ん中らへん、今のこのぐらいの状態を絵日記に書いてください。ほんだら呼び出されることはないと思います。チョイスが悪かったね。ハンドルネーム、産毛。北さんはじめまして、横田市立第6小学校5年1組、出席番号3番。お医者様から余命1年を宣告されたおばあちゃんが、YouTube で北幸吉の夜を見て3ヶ月で死にました。どうしてくれるんですか。見せるもんが悪い、見せるもんが悪い。もうちょっとええもん見せてください。ハンドルネーム、隣のトントロからいただいております。北さん大好きっ子、高校3年。高校3年ですよね。うちもうすぐ卒業&就職やねん。ほんまは専門学校に進みたいんやけど、おとんがリストラに会うて家でゴロゴロしてるし、おかんはアル中で酒がなくなったら私に暴力振るうし、もう最悪。お兄ちゃんは去年から覚醒剤に手を出して昨日自首しよってん。昔は幸せ家族やったのに、なんでこんなになってしもてんやろ。うち大人になんかなりたないわ。周りの大人ろくなやつおらんし。こういう少女がいるんですよ、皆さんね。高校3年で将来に夢も希望も何にもない。周りの大人見たらええ思いしてる大人一人もおらん。不況、ある中、どっち見てもこっち見てもあっち見てもろくな大人おらへん。こんなやつがおるんですよね。こういうやつを北幸吉はですね、気にかけてこれから活動していきたいなと思っておりますよ、本当に。だけどね、隣のトントロちゃん、今までこの育ててもらったのはですね、お父さんお母さんがおったからなんです。わかりますか？お父さんお母さんがおったから
コントロちゃんは今こうやって北さんにお便りを書いとるわけです。ね、幸せ家族が歯車一つ狂っただけで不幸のどん底に陥ってしまう。その歯車を元に戻すのが高校3年トントロちゃんとちゃうんかい。この中に多分いてるんでしょう。トントロちゃん、どこにいてるか手挙げんでいいよ。手挙げんでいい、手挙げんでいい。わかりますかね。視野が狭いからお父ちゃんお母ちゃんしか見えないんです。その視野を一つ広げる。そしたら町内会のおっさんがおるわけですね。もうちょっと視野を広げる。学校の先生、バイト先のオーナー、なんぼでも大人はおるわけです。テレビのチャンネルひねってください。タレントがわーわーギャーギャー言うとる、無責任に、あれ全部大人です。いいですか。高校3年のギャル言うたらおそらくどうせイケメンアイドル、ジャニーのアイドル、ジャニーのアイドルに夢中の年頃です。あのジャニーのアイドルもやね、ほんまは家に帰ったら不幸のどん底かもしれない。だけどブラウン管の前ではですね、ニコニコ笑って歌って踊っとるわけです。わかりますか。そういう見方をしないといけないわけです。トントロちゃん頑張ってよ。今からトントロちゃんに応援歌歌うから耳かっぽじってよう聞いといてよ。小焼けの子供たち、明日も一緒に遊びましょう。汚れを知らない瞳に映る、大人になんかなりたくない。コーヒーを飲んだらもっとな、コーヒーを飲んだらもっとな、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだらもっとな。淡い思い出初恋よ、ご近所の綺麗なお姉さん。大人になろうと背伸びをしたけど、男のフェロモン出てこない。コーヒーを飲んだらもっとな、コーヒーを飲んだらもっとな、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだらもっとな。男女の関係になってみても、まだまだ大人にゃなれません。大して好きでもないくせして、欲望だけが先走る。あかん、欲望を抑えたらもっとな、欲望を抑えたらもっとな、欲望を抑えたら、欲望を抑えたら、欲望を抑えたらもっとな。世界に羽ばたく子供たちのためにも、素敵な大人にならなければ、自分自分じゃないのです。あなたがいるから僕がいる、あなたも私ももっとな、
あなたも私ももっとな、あなたも私も、あなたも私も、あなたも私ももっとな、ゆとりの時間が欲しいのよ。汚れた都会の真ん中でカップに映る暗闇に私のすべて捧げます。そこまで言えたらもっとな、そこまで言えたらもっとな、そこまで言えたら、そこまで言えたら、そこまで言えたらもっとな。コーヒー文化の灯火を私の胸に灯しましょう。甘くて苦い人生よ、あなたと共に歩く。甘くて苦い人生よ、甘くて苦い人生よ。そんなことまで言えたらすっかり大人、そんなことまで言えたらすっかり大人、そんなことまで言えたら、そんなことまで言えたら、そんなことまで言えたらすっかり大人。コーヒーを飲んだらもう大人、コーヒーを飲んだらもう大人、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだら、コーヒーを飲んだらもう大人、コーヒーを飲んだらもう大人、コーヒーを飲んだらもう大人。